それではさっき脇山先生と一緒に口笛を練習した人もたくさんいると思いますので、次の曲の後半では皆さんにも口笛を吹いていただいたり、あとはスキャット、口で音を出していただくところがありますので、合図をしますのでご協力ください。それと、皆さん指パッチンってできますか？できる人？できない人もチャレンジしてみましょう。指をこういうふうに親指と中指を持って音を出すのは、実は中指がここの腹のところに当たって音が出ます。ここです。親指の付け根に中指を当てて音を出します。で、最初にこういうふうにやるのは弾みをつけるためなんですね。なので2本の指ではなくて親指の付け根で音が出るということを意識してやってみてください。といって僕今あんまり出てないんですけどね、皆さんで一緒にやってみたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは由紀さおりさんの大ヒット曲「夜明けのスキャット」をお送りします。
始まりだから。